今回のお話は、まあ、八方塞がりについてです。で、占いとかに関心がある人とか、占いを受けたことがある人だと、まあ、八方塞がりの年だからやめた方がいいとか、早い方がいいとか、後にした方がいいとかって言われて、まあ、どうしようかなって悩んだりすることあると思います。で、まあ、八方塞がりと同じようなのが、まあ、天中殺とか、まあ、大殺界とか、まあ、厄年とかもある意味で似たようなもんです。運勢が下がるタイミング。で、八方塞がりの時っていうのは何をやっても違うな。できるだけやらない方がいい。やってもうまくいかないから。とか、あるいは後々問題になるからっていうふうな解釈をされます。これはまあ一般的な解釈です。で、実際は八方塞がりっていうのは動かない方がいい時っていうんですよね。で、動かない方がいいということは動かないでできることをやった方がいいということなんです。だから活動的、外に向けての活動ではなくて内に向けての活動のタイミングっていうふうな理解の仕方もあると思ってください。だから例えばそうだな、まあ勉強、資格試験の勉強をしないといけないとか、あるいは実力を上げるために今できることをやらないといけないとか、そういう時期ではあるよってことなんですね。その人の置かれてる状況によってだいぶ違うんです。同じ八方塞がりっていう一つの言葉であっても、その人にとってそれをどういうふうに生かした方がいいか、まあ例えば就職しますとか、家買いますとか、引っ越しを考えてますとか、結婚しますとかっていうのはやらない方がいいっていうことが多いと思います。それは本当なのっていう視点は大事にしてください。八方塞がりにそれをやったらダメになるわけじゃないです。ここが大事なんです。運勢って良くなることもあれば悪くなることもある。でも基本として人は幸せである、幸せになっていくことが大事、それが本質に持ってます。いや、幸せで生きていこうとするってことなんですね。だから運勢が悪いっていうのは不幸せなのかってことなんです。そうではないってことですね。運勢が悪いっていうのは我々がそう解釈してるだけのことであって、運勢的に落ちてるっていうことは活動的にならない方がいいっていうふうになる。だから八方塞がりの時っていうのはやらない方がいいっていうふうに、まあ短絡的といえばそうかもしれませんが、傾向としてはあるんです。でも人によってはいろいろと考えてて、で今このタイミングでようやく準備ができたんですとか、あるいはずっとやりたいと思ったことがようやくチャンスとしてきたんですとか、そのこれまでの経緯があって今このタイミングでやっておいた方がいい、あるいはやっておきたいっていうことがあった場合、実はやった方がいいんです。何も考えないでやりたいからやるっていうのはできればやめた方がいい。そう、この八方塞がりのタイミングっていうのは節目の、まあ、大きい節目のタイミングです。やった方がいいかやらない方がいいかではなくて、そこに至るまでに、そして今どういう状況にあるかなんですね。このどういう状況にあるかで、あ、これはやっぱりちょっと伸ばした方がいいよねってなることもあれば、あ、今だねって、今やんないとダメだねっていうこともある。よく占いのこの運勢とかを芸能人の人とかが占ってもらった時に、悪いって言われた年にすごい成功したとかっていう話あるじゃないですか。その逆も、今年はすごい成功するって言われたのにもう全然引退しましたみたいな。それだけではちょっと判断できない部分もあるんですけど、でも一般論はあんま当てにならないんです。じゃあなんで占い師は何をしてるかっていうと、一般的にはそういうふうに解釈しますよって本とか、まあネットとかに載せてる。でも実際はその人に相談を受けた時にいろんな状況を考慮するんです。そしてやり取りをするんです。で、必要なことをピックアップしていくと、あ、これをやった方がいいですねとか、あ、これをやめた方がいいですって言って、ちゃんと鑑定の結果に出してるんです。だからそれは個別ケースになってしまうものだから、一般論として話をするしかないんですね。っていうことを、まあ本とかネットとか、まあ何らかのメディアを使うとなるとなかなかわからないんです。だから八方塞がりだけどどうしようかっていうふうに不安になってしまう。でも実際は大きな節目なんだなっていう、そういう理解が一つ。で、この節目にじゃあ自分はどうあったらいいだろうかっていうのを考えるタイミング。で、それを考えるためにどうしたらいいかっていうと、今考えてることを表に出すんです。まあ、書くのでもいいです。
まあ、私に相談されてる時っていうのはもう一通り聞く、今気になってることを聞く、あるいは今考えてることを私は伺うんです。で、その考えてること自体は実はあまり重要じゃなくて、そこをきっかけにより細かく話が広がっていくんですね。で、その人が今本当に気になってることにたどり着くまではそれをやり取りしていく。この本当に必要なことにたどり着くのには、まあ人によっては時間が結構かかる。だいたいその人が思ってることとは違うところにつながっていくから。でもそこが明らかになると、あ、今こういう状況だからこうすればいいですっていう答えが明確に出るんです。で、八方塞がりだけどそこ気にしなくて大丈夫っていうケースもある。あ、八方塞がりっていうのはまあちょっとあるけど、うん、ちょっとやっぱりやめた方がいいですねっていうケースもある。だから八方塞がりっていうのはすごい、そういう意味で言うとすごい大事なことが分かってくると思うんです。八方塞がりがどうのこうのではなくて、そういう言葉を気にすることによって自分を振り返るということがものすごい大事、そういう年回りってことなんです。だから八方塞がりだからやったらダメなのかな、どうなのかなっていうふうに考える一歩先に、そこに至るまでの経緯と今の自分と、それらを整理して今あるいはこれから必要なことは何だろうかっていうのを明らかにしていく、それが八方塞がりのタイミングだと思ってくださいっていうことを、こうどういうふうに八方塞がりの時期に対処して、あるいは決めていったらいいかっていう目安にしていただけたらなと思います。以上です。あ、八方塞がりって怖いもんじゃないよっていうことを最後に伝えておきますね。